ちょうど12月の25に休止したので1年後の12月25に復活しますということを今日お伝えして、まあ、今の V 見てる頃には皆さん全部知ってると思うんですけれども、この日に新曲を出して、今制作中って感じでございます。アーシャが変わったりとか、それこそ音楽ジャンルも変わりますし、で、あとはそれに向けた、まあ、お披露目じゃないですけど、そういった形のワンマンライブを2月ぐらいにしようかなって思ってるところです。冬の日のハートブレーク、二度とあの経験したくなくて、それから一途に仕事に越して、それなら強くいられる気がして、でもあの日君に出会えて、教えてくれて分かったの。今まではなんか本当になんかもう常に全力疾走のなんかなんだろう、こう頑張らなきゃいけないとか、なんか本当にもうこなしてはなんか次のライブを、次と何々をって言って、今いる現状の自分をちゃんと分かった上で、次の30代はちょっとチャレンジしたいなっていうのがありますね。こっからできる私の、まあ、第2章じゃないですけれども、 MIE っていう活動にから玉山ミーになって、20代最後終えて、こっからの玉山ミーのなんか音楽性を楽しんでいただけたら嬉しいなって思います。